皆さんこんにちは。今回はこの動画撮ってるのが今日8月24日なんですけど、今日の早朝か昼からか25層と27層に攻略会議ダンジョンが試験実装されていますよというコメントがあったんで、ちょっと見ていこうかと思います。ここ25層の迷宮区案内人なんですけど、これ、上にありますね。これ IF ゲーム攻略会議ダンジョン浄土って書いてありますね。これ浄土しかないのか。あ、これ何これ、え、スコア報酬取れるの。あー、なんか5分以内にクリアすると回復ポーションが30個もらえる。まあドロップアイテム一覧は通常通りに見えますけどね。ちょっと入ってみますか。いやー気になりますね。なんだろうこれ。ていうか IF ゲーム攻略ダンジョンってこれ普通に迷宮区から入るやつだったんですね。まあ、とりあえずちょっとこれ倒してみるか。一応見た感じなんかも全然普通の迷宮区と変わらないようにはもう見えますけどね。なんだろうね。まあちょっと浄土だからあんまり25層の浄土ってほんとずーっと前に行ったっきりで、だって行くとしてもさ、お手伝い行くとしても奥地だから超久しぶりだよね浄土は。もう本当に始めたてのもう昔の感じで。あ、そういえばなんか25層と27層の、IF 攻略会議ダンジョン、ドロ率アップのやつ出たって話だったんですけど、35層行ったらなかったんで、本当にあの25層だけみたいですね。あ、違う、25層と27層か。だけみたいです。あ、ちょっとなんかあぶれた。やべえ、25層のモブ弱すぎて笑う。31層とかですげえ頑張ってたからなんか25層のモブがめっちゃなんか弱く感じるな。まあ浄土だし多分掲示板と同じくらいでしょう。まあ覚醒する必要あんのかな。ちょっとやって覚醒しないで行ってみるか。あ、でもちょっときつそうか俺。なんかあれかな、弱いかな俺。あ、まあとりあえずこれでいいか。なんか出たか。鉄球16個。まあ一回倒しただけ。あ、一応なんか回復ポーション30個もらいましたね。あ、まあなんか普通のダンジョンですね。情報によると試しに21回回って武装石4つ出たということなんで、随分武装石ドロー率が上がった方なんじゃないですかね。どうなんだろうこれ、上がってる方なんかな。まあルクス以下が緩和されて、まあ25層とか27層、まあノックスもちょっとね、あの2段階ぐらい緩和されたんで、まあ出やすくなってるんで、21回回って4個でもいい方なのかどうかもちょっとわかんないんですよね。まあ27層もな、助動だけなんですよね出てんのが。助動だけなんで、まあ多分これ入っても、まあ、さっきの25層と同様にそんないつもの通常のあの迷宮区とそんな変わんないとは思うんですが、まあ一応ねちょっと入ってみるか。これどうなんだろう、モブの配置は。あ、でもそうだよな、27層結構なんかモブがばらけてた記憶があるので、なんかかなり昔の記憶ですけど、本当に本当にもうなんか懐かしいよねこれ。俺始めたのなんか IF2 周年環境かそのあたりだったんで、まあ、そのあたりにやってましたけどね。なんかちょっとまあエモいというか、まあなんかなんだっけな、お好機関かなんかに、なんだっけ、ノックスのさ、まあノックス以上のあのアバターってないじゃないですか、武器アバターって。それでやっぱ武器アバー作る人とかいて、なんかちょっとね、あのその頃はなんか手伝う心の余裕とかも出てきてちょっとやってた時期だったと思うんですけど、その頃はね、やっぱ久しぶり来たらね、なんか懐かしさというか、エモいなっていう、ああ、なんかこの時代、なんか楽しかったな、みたいなのをね、思い出しましたね。どこ行くんだ、こいつ。よしよしよし。よし、よし、はい。これ、あれかな、右行くと、あれか、レアモンスター、モッドのかけら、ドロップするかもしんないやつらとかかな、わからんけど。まあこれも、まあさすがに普通に倒せるでしょ、多分だけど。あ、これあれか、あんまり力出ないの、あれ、あの、モブ狩り用のこの編成だからか。忘れてたわ。普通になんかバフがけとか、
突き進む英雄とか入れれば覚醒率上がってたのか。あ、武装石出ましたね、早速。すごいね。始めたての人をこれ、攻略会議の日にノックスやればささっと終わらせられるんじゃないでしょうか。まあ、ルクスとかもな、ちょっと見てみたいけど、まあ、一応40層見に行くけど、ないだろうな。だって35層以上がないからな。とりあえず40層来ましたけど、ないですね。IF 攻略会議ダンジョン。まあ、とにかく、IF 攻略会議ダンジョンは、この迷宮区、各階層の迷宮区の、この案内人から受けれるというか、入れる感じなので、まあ、それが分かっただけでも、なんか情報、大きいんじゃないかなって思いました。これね、情報、ね、コメント書いてくださった方、ありがとうございます。助かりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。